マリー・マドレーヌ・ドルード・ブレーは、17世紀フランスの連続殺人犯、ブランビリエ公爵夫人として知られる。自白するように、家計法廷の水攻めで拷問されるド・ブランビリエ、公爵夫人パリの司法官、アントワーヌドルード・ブレーの長女として生まれる。母方のおじに、セスルピス改造立者のジャンジャック・オリエがいる。21歳で、 マレチック南東丹内に今日構えるブランビディ公爵、アントワーヌ・ゴブランに嫁いだが、愛人との派手な不倫生活を送った。愛人と共謀して、遺産目当てに父親を毒殺するため、事前病院に熱心に通い詰め、病人相手に人体実験を繰り返して、毒の効果を試した後、父親に少しずつ毒を持って殺害した。その後、遺産を独り占めにするために、兄弟たちも始末し、 その娘や夫たちも狙った。しかし愛人が事故死し、自宅から犯行の記された手紙を警察に押収されたことから国外に脱出してヨーロッパ各地を転々とし、最後に修道院に身を潜めた。そこでひっそりと生活しながら告白録を執筆したが、刑事におびき寄せられて外に出たところを逮捕された。裁判では全く罪悪感を見せなかったが、 水攻めでは口を荒らず、家計法廷で拷問が進むとさすがに反省した。死刑を宣告され、即刻斬死刑に処された。ありがとうございます。